こんにちは、永山です。こちらの動画ではサイトの安全性をチェックするための方法としてグレッドというサイトについて解説します。よろしくお願いします。まずはですね、検索窓にグレッドもしくはですね URL の方をですねサイトの方に貼っておきますので、そちらから入ってみてください。で、こちらですねクリックするとこのようにサイトの方が出てきますので、こちらから安全性をチェックしていきます。特に難しいことはありません。こちらのですねサイトに行ったらですね、検索窓の方にですね URL の方を入力するだけで、そのサイトが安全かどうかを調べることができます。はい、ということでですね、こちら私のサイトの方でちょっと検証してみます。まずこちらのサイトをですね、サイトの URL ですねコピーしていただいて、こちらでですねチェックという右端にあるですねボタンを押していただくだけで検索の方ができます。こちらにですね、URL を入力したらですね、こちら、右端のですね、チェックを押していただくだけでですね、そのサイトが安全かどうかが確認できます。で、こちらの検索窓の下の方にですね、詳しくチェックする方法があるので、そちらにチェックをいただくとですね、もっと詳しく調べることができます。またですね、今ちょっとそのサイトの画像が出てきました。その下の方にですね、もう少しです。検索結果によってですね、このサイトが本当に安全かどうかを調べる方法があるので、こちらもチェックしてみてください。はい、もうちょっとかかりますね。で、こちらがですね安全かどうかですねチェックした結果になります。こちらのサイト、まあ日本で見てもアメリカで見ても安全ということがわかりますね。という感じでですね、サイトの URL が URL というかですね、安全性をチェックする方法がこんなに簡単に検索できますので、もしよければですね、こちらをやってみてください。ということで動画の方終わりたいと思います。ありがとうございました。